小悪魔ね。ニコの魅力を伝えるにはぴったりの衣装じゃない？あなたもそう思うでしょ？でも小悪魔の喋り方って純真爛漫なニコニンにはちょっと難しいかも。だって狙って可愛いこととか思わせぶりなことを言わなきゃいけないんでしょ？もうニコニー困っちゃう。あ、そうだわ、衣装を着ればちょっとは雰囲気がつかめるかも。あなたも私の小悪魔衣装見てみたいでしょ？すぐに着替えてくるからちょっとここで待ってなさい。みんな大好き、大銀河宇宙ナンバーワンアイドル矢沢ニコニコ、みんなのハートを射抜いちゃうぞ。ちょっとなんで倒れないのよ。ハートを射抜いちゃうぞって心を打ち抜かれてズッキュンって倒れてくれなきゃ。いい？もう一度やるわよ。え、ちょっと小悪魔とは違うかも。そうなの？じゃあ小悪魔っぽい感じってどうやればいいのよ。ちゃんと教えなさいよ。大銀河宇宙ナンバーワンアイドル矢沢ニコにできないことはないんだから。さあ小悪魔っぽい感じを猛特訓よ。